ここは宮崎県日之影町。遠い昔、仲間とはぐれた三毛入命はこの辺りに差し掛かった時、突然の豪雨に見舞われ立ち往生します。これは暴れ鬼喜八の仕業でした。三毛入命は天の神々に祈りを捧げると、雲は立ち消え、光が差し込みます。古来、光も影も影と呼んでいたことから、この地域を日の影と呼ぶようになったのだそう。そんな神話が残る岩井川神社の石段を一歩一歩踏みしめていると、突然大粒の雨が頬を濡らしました。喜八の念術にかかったかのような豪雨の中、本殿では菅原道真公が舞う神楽の奉納がありました。国所立ちの御事、国殺地の御事、豊国の御事、その三柱をこちらにお祭りしたのが岩井川神社の始まりと言われております。その他二柱、天神菅原道真公と大山積の御事をお祭りしているんですけれども、この岩井川神社そばにあった別の神社が消失してこっちに合祀されたということになっております。やっぱり地元はいいですよね。綺麗な土地にしようとは頑張っているんですけども、それでは誰かがやらないといけないということで、今は神楽会保社殿の人たちがこの境内の周り、階段の周りを草刈り作業を頑張っております。それも神様と一緒に暮らさせているという気持ちからだと思います。目に見えない力に何か守られているような、そんな気がするのでしょうね。神楽が終わると、喜八の念術も解けたかのように空から光が差してきました。岩井川神社から車で少し走った山間の一角に、わら細工をされているお宅にお邪魔しました。ここが父の、実家というか、じいちゃんの家だったので、ここに住んでたわけじゃないんですけど、来るためにじいちゃんがこう染め直してるのを見たりとか、物心ついたら、ついた時ぐらいからは縄を鳴ってお手伝いじゃないけど、遊んでたりとかして、それ今専業にしてまだ5年目ですね。田んぼで藁をお米育てるところから仕事してるので、専業でやっていくっていうことを、とにかく一生懸命にそれをまずやりきった先にいろんな価値があればいいかなと思ってるけど、やっぱ今は目の前のことばっかりですね。とにかくそんな中でも地元のこの文化というか、しめ縄を作らせてもらってるっていうことのありがたさっていうのは、こうやって毎年一年中しめ縄を玄関にこう飾る、みんなのそういう文化だったりとか、すごく大事にする人たちが多いっていうことをなんか感じて、ありがたみをさらに感じるようになったかなと。甲斐陽一郎さんのお父様、おじいちゃん、そして横浜からの移住者、広文くん、皆がコツコツと器用に藁を編んでいきます。いいものを作っていけば、それを買っていただける人がいるし、あんまり贅沢をしなければそれでも生活をしていけるようになったかな。この日の陰に来て、もうすぐ3年が経つところなんですけど、ようやくこう地に足がついたというか、都会とは違って宅物の方であったり、その近所の方がかなり助けてくれるので、困ったことがあったらもう何でも。この地区での神様って何だろうなってこう考えたりすると、
なんかこう宗教的な神様とはちょっと違って自然とこう手を合わせたくなるような対象としての神様なのかなっていうような気がして、そういう神様っていうのをいつも近くにいますよっていう現れがこう玄関にしめ縄を一年中飾ることなのかなっていうような、神様と共に生きてきた人々の心には正しさが息づいているようです。今では全国からの受注を受け、みんなで作業をしていきます。丁寧な仕事の裏側には地域への誇りと絆がありました。ここに美しき日本があります。